ウティカの戦いは、第二次ポエニ戦争中の紀元前203年に、現在のチュニジアにあった、ウティカ付近で発生した戦闘。第二次ポエニ戦争においては、アフリカ大陸での最初の戦闘である。ウティカの攻略には失敗したが、メジェルダ側近くで、スキピオアフリカノス率いるローマ軍が、奇襲によって、カルタゴ軍及びその同盟国である、ヌミディア軍に決定的な勝利を収めた。 スキピオのこの勝利により、カルタゴはイタリア半島及びイベリア半島から軍を引き上げざるを得なくなり、ローマは戦略的優位性を得、最終的なローマの勝利に大きく貢献した。古代リビアへのローマの最初の侵攻は第一次ポエニ戦争の時であった。この時はローマの敗北に終わった。それから50年後にローマは再びアフリカへ侵攻することになる。 アフリカへの侵攻は第二次ポエニ戦争において当初よりの計画であった。カルタコ軍の指導者であるハンニバルはイベリア半島を基地としてガリア南部を経由しアルプスを越えて紀元前218年にイタリア半島に侵入した。これを迎え撃った失政官プブリウス・コルネリウス・スキピオはディキヌスの戦いで敗北した。もう一人の失政官 ティベリウス・センプロニウス・ロングスはカルタゴ遠征を予定していたが、急遽シチリアからガリア・キサルピナへ発見された。しかしトレビアの戦いで敗北、その後もローマ軍の敗北は続き、カルタゴ本国への侵攻作戦は放棄せざるを得なくなった。その後の戦闘も、主としてイタリア半島、イベリア半島及びシチリアで行われ、北アフリカに戦火は及ばなかった。 天気となったのは、紀元前205年頃であり、ローマ軍はカルタゴ軍の侵攻を防ぎきり、ハンニバルは徐々にその同盟国を失っていった。また、ハンニバルの弟のハスドルバルバルカは、ハンニバルとの交流を目指して、イベリアからイタリアに侵攻したが、メタウルスの戦いで戦死した。カルタゴ軍はシチリアからも、イベリアからも駆逐されるか、アペニン山脈の北西に追い詰められた。 艦内の戦いの後、シチリアの最大の都市国家であるシュラクサイは、カルタゴの同盟国となっていたが、紀元前212年に陥落し、ローマはカルタゴに対する海上からの攻撃基地を得た。紀元前208年、紀元前207年及び、紀元前205年には、海上からアフリカを襲撃している。紀元前206年に、スキピオアフリカヌスは、 イリッパの戦いに勝利してカルタゴ軍をイベリア半島から駆逐し正式な承認が得られる前からアフリカ侵攻を次の目標としたそのためにはスキピオはハンニバルの同盟者であるヌミディアのシュファクスをローマ側に誘うことが必要と結論したスキピオは紀元前205年に失政官に選出されてはいたがローマ元老院からアフリカ侵攻作戦の承認を 得るための政治的努力を行っていた。最大の反対者は、クイントス・ファビウス・マクシムスであり、アフリカ侵攻はリスクが高すぎるとし、ブルティウムに退陣しているハンニバルとの戦いを第一目標と考えていた。スキピオは、元老院に対して、アフリカ侵攻こそがハンニバルをイタリアから追い出すための最善策であると説得した。にもかかわらず、 スキッピオには十分な兵力は与えられず、シチリアで新たな軍を編成したが、その準備に一年間を要した。カルタゴは、スキッピオが、副将のガイウス・ラエリウスを艦隊と共に、カルタゴの西にあるヒッポレギウスに送ったことに、警戒していた。ローマの大軍による侵攻を阻止するために、カルタゴは、様々な手段を講じたが、マケドニアをピリッポス5世に、シチリア攻撃を促す計画は、 失敗に終わり、ブルティウムとリグリアに送った援軍も、イタリアでの戦況を逆転するには十分ではなかった。ただし、シュファクスを寝返らせるというスキッピオの暴躍は、ハスドルバルギスコの政治的手腕と、その娘のソフォニスバの魅力のために阻止された。スキッピオのアフリカ侵攻経路アフリカ侵攻は、紀元前204年に開始された。数百隻の輸送船で3万5000以上のローマ兵が、 カルタゴ西方 35km のファリナ岬に上陸した。スキピオ自身の上陸は、カルタゴに不安と恐れを巻き起こし、その結果として生じた混乱を利用していくつかの町を占領し、また、郊外の略奪を行った。スキピオに対するカルタゴ軍の司令官は、ハスドルバルギスコであった。ハスドルバルは、スキピオの略奪行為を止めさせ、またその動きを抑えるために、 かなりの数の騎兵を派遣したが、サラエカの近くでローマ軍に撃破された。このため、スキピオは一時的な優位を得、さらに、ヌミディアのマッシニスサの合流により、兵力が強化された。他方、シュファクスは揺れており、ハスドルバールの行動は制限された。このため、ローマ軍は損害を受けることなく、略奪を続けることができた。多数の戦利品と捕虜を得た後、 秋にはスキッピオはウティカへ向かった。彼の意図は、このフェニキア人の都市を占領し、その後の作戦の基地とすることであった。多数の工場兵器を準備し、ローマ艦隊の支援もあったが、城壁に向かっての直接的な攻撃は撃退された。このため、ローマ軍は通常の包囲戦を開始した。しかし、カルタゴの二つの大軍の出現により、包囲戦は短期間で終了した。 援軍に到着したのは、ハスドルバルの軍と、その義理の息子である、シュファクスの軍であった。今度は両者とも躊躇しなかった。カルタゴ軍の兵力は、ローマ軍を大きく上回っており、スキッピオは、ウティカから、直ちに離れることを余儀なくされた。ウティカから遠くない場所に防御を施した、投影地を設置し、シチリア、サルディニア、イベリアからの補給を受けられるようにした。 ハスドルバルとシュファクスはカストラ・コルネリアからやや離れた場所に別々に投影した。冬の間、カルタゴ軍は戦力の増強に努めた。ローマ軍への補給経路を遮断するために新たな艦隊が建造され、イベリアとリグリアからの傭兵の到着を待った。シュファクスが朝廷交渉を仲介したため、この間に戦闘は発生しなかった。ハスドルバルは ローマがアフリカからカルタゴがイタリアから陸軍を撤退させるという講和条件には同意していたが戦力増強自体は中止しなかった。スキピオのシュファクスとの交渉はこのような講和によって平和を達成するためのものではなかった。当初、スキピオはヌミディアをローマ側につかせる暴力を隠蔽するためにこの交渉を使った。この交渉が成立しないことが分かっても スキッピオは施設団をヌミディア軍エ営チに送り続けた。スキッピオの目的は、第一には和平を望んでいるとカルタゴに誤解させることであり、第二は敵の配備、組織の偵察であった。施設団は特に第二の目的のために慎重に選ばれ、カルタゴ軍、ヌミディア軍ともに野営チの小屋は主としてキアーシ、及び他の可燃性の材料で作られていると報告した。 この情報をもとに、スキッピオは戦闘の計画を練った。スキッピオは、カルタゴ軍が、カストラ・コルネリア攻撃の準備を続けていることを知っており、春の訪れを待って、先制攻撃をかけた。その後の推移に関して、古代の歴史家たちは、二つの異なった説を唱えている。リウィウスとポリビウスの説は次の通りである。スキッピオは文献体を、 ウティカを見下ろす丘の上に派遣し、敵の偵察隊がローマ軍の意図を察知するのを阻止した。別の小さな文献隊がローマ軍や英知の守備のために残された。主力軍は夜間に 10km 以上行軍し、夜明け前にハスドルバルとシュファクスの野英知に到着した。スキピオは軍を二つに分け、ライリウスとマシニツサにシュファクスの野英知に放火、破壊するよう命じた。 シュファクスの兵は就寝中で何の準備も行っていなかったため炎から逃れるチャンスはほとんどなかった。柵の外側の小屋から始まった火事はすぐに野営地全体に広がった。すべての出口をローマ軍が押さえており武装せずに脱出してきた兵士の多くが殺され、また残りは焼死した。ハスドルバルの野営地でも同様の事態が起こっていた。ただ、 シュファクスの野営地の出火の報告があったため、ハスドルバルの兵は起きており、火事は、失火によるものと考えて、ヌミディア野営地救出に非武装で駆けつけた。スキピオはこの時を待っており、混乱に突き込んで攻撃を開始した。カルタゴ軍は、組織的な抵抗ができず、崩壊した。ハスドルバル、シュファクスは、少数の兵と共に何とか脱出することができた。リウィウスとポリビウスの説は、 ルキウス・アナエウス・フロルス、セクストス・ユリウス・フロンティノスといった他の古代の歴史家にも支持されている。他方、アッピアノスは、そのローマ史において、これとは異なった記述を行っている。スキピオは、シュファクスがハスドルバルを救援するのを阻止するため、マシニッサとその騎兵のみを派遣した。他のローマ軍主力は、ハスドルバルの野営地を奇襲し、脱出路は、 ローマ騎兵が抑えていたため、ほとんどのカルタゴ兵が戦死した。シュファクスがこれを知った時、ハスドルバル支援のために、騎兵の文献隊を派遣したが、マシニツサの騎兵に捕捉、殲滅された。スキピオが続いて、シュファクスの野営地を攻撃してくることを恐れ、シュファクスは全軍を率いて、損害を受けることなく、野営地から撤収した。カルタゴ軍の損害は人大であり、 その後しばらく野戦軍は事実上消滅した状態であった。古代の歴史家には具体的な数字を挙げていない場合もあるが、戦死は3万から4万、加えて捕虜が5000との説がある。カッシウスディオを除き、すべての資料がローマ軍の損害は軽微であったとしている。ポリビウスは誇張があるとしても、これ以上の敗北例は見つけることができない。この敗北は、 以前の全ての敗北を上回るものであった。したがって私が見るにスキッピオの功績は最も素晴らしく冒険的なものであると述べている。この一撃でスキッピオはカルタゴの封鎖を排除し前年の夏の攻撃計画を一新した。このしばらく後に発生したバグブラデスの戦いでスキッピオは再びハスドルバルとシュファクスに勝利した。 カルタゴはイタリアからハンニバルを呼び戻すが、紀元前202年にザマの戦いに敗北、翌年には講和条約が締結され、第二次ポエニ戦争が終了した。古代の資料現代の研究書その他、リンク A コンプリヘンシブヒストリーオブザ・セカンド・プニック、ウォー・フォー・ジャーマン・リーダーズ、A コンサイス・オンライン・ディスクリプション・オブ・スキピオ、S ・エクスペディション・ツ・ーアフリカ、A ディテールド・マップ・オブ、 エーパート・オブ・ノーザンアフリカ・イン・ロマン・タイムズありがとうございます。